皆さんこんにちは。今回は柑橘系のパンでマーマレードロールを作ります。まずは生地練りです。今回の生地は硬さは柔らかめです。そのため少し練りづらいです。練り時間は少なめで8分ほど練りました。生地が練れたら1次発酵です。35度で60分発酵させてください。1次発酵が終わったらガス抜きをします。分割話で丸め直してベンチタイムです。時間は15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら長方形に生地を広げてください。生地を広げたらマーマレードを塗ってパールシュガーとレーズンを散らします。パールシュガーはなければワッフルシュガーでも問題ありません。具材を乗せたら手前から生地を丸めてください。丸めたら最後の部分を少しだけ残しておいてください。生地を丸めたら6等分に分割していきます。分割できたらカップに入れてください。その際先ほど残した生地を底になる部分にセットしてください。ここまでできたらパールシュガーを表面に散らして二次発酵です。35度で30分発酵させてください。二次発酵が終わったら焼成です。190度で16分焼いたら完成です。